ってる？始まってるのかい？始まってる？始まってる？始まってるかい？あ、始まってる？よいしょ。始まってる？遅れて登場。よいしょ。始まってる。こんばんは。やっほー。やっほー。始まってた。始まってました。はい。今日は昨日できなかったので食べます。昨日ですね。昨日インスタライブをやったんですけど、その時に。チーズかぼちゃのチーズケーキを作ったんですよ。なん で本当は昨日その後食べるところまで配信しようと思ったんだけど、もうちょっといろいろあれだったので今日にしました。なんで一緒に食べましょう。あ、早速バッチもありがとうございます。ちょっとね、まだ私何もしてないのよ。だから一緒にね、配信しながらやろうと思って。ちなみにこちら見える？見える？こんな感じ。美味しそうな、うん、あ、焦げの匂いしかしない、うん、じゃあこれをちょっと切っていきます。切ってからスタートね。美味しいといいな。皆さんご飯食べました？今食べてる方もいるかな？これからの方もいるかな？お仕事中の方もいるかな？わあ、昨日のケーキ、そうです、そうです、昨日のケーキです。あ、いい感じの感じの感じの予感だけども、どうでしょうか。今ね、クイックペーパーを広げてみました。あ、ウェットティッシュが、ちょっと待ってて、ウェットティッシュ取ってきます。あ、よいしょよいしょよいしょ。取ってきました食パンに醤油と塩つけて食べてる。え、食パンに醤油と塩、餅的な感覚お餅感覚。はい、今ね、ほら横の紙を取ってみたんですけど、見えるかな、こっち側が分かりやすい。ほら、中はめっちゃいい色匂いと思いきや色。じゃあちょっと切ってみます。半分に切ってみます。すごいね、いい感じ。ニュンニュンって感じ。ニュン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 。どんくらい食べる？8分の1食べましょうか。8分の1。はい、今4等分してます。8分の1。よいしょ。あ、待って、予想、お皿持ってくんの忘れたちょっと待っててね、ちょっと待っててね。お待たせしました。はい、お待たせしました。これに入れます。でかいかな。では乗せます。いい感じだといいね。おおお、あ、どうですか待って、髪くっついてるんじゃない、これ。ちょっと待って、大丈夫だわ。え、大丈夫だとし、あ、大丈夫だ、大丈夫です。で、生クリームをさっき泡立てたんで、それもちょこんと乗せたいんですよ。っ待って、あれも忘れた。もう今日は何回いなくなるのって
もう今日は何回いなくなるのよ。いや、ちょっと、はい、よいしょ、よいしょ、はい、何回もごめんなさい。よいしょ。そう、せっかくあのすごい疲れてる。そのパンプキンの種も買ったので、それをね、生クリームにちょんってのせたいんですよ。じゃあ生クリームをのせます。ちょっとな、ゆるいかな。あ、でもどうしようどうしよう、待って、センスが問われる。まあいっか。ここにそう、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃないの。そう、なんか聖火学校とか行ってる方いますか？パティシエ目指しているんだよとか、もう現在パティシエですって方いますか？ちょっといたらお恥ずかしいな、こんなにセンスのない盛り付けを見せてしまうのは。パッカかわいちい、かわいいでしょ。なんかどこのあれだか忘れちゃったけど可愛いですよ。で、パンプキンの種を散りばめます。完成したら見せますね、画面に。今多分ね、何も映ってないから何が何だかでしょ。1個がいいかな、なんか1個がいいかな。なんで2回いったんだろう。いや、それかさ、どうです。それかどうしよう、どうしようかな。一個置いてみよう、一回一個。はい、どう、一個だとこんな感じ。あ、でも可愛くない、一個。どうですか。はい、あんまり斜めにしたらチーズケーキが落ちそうだから、このくらいで、こういう感じで提供されたとして、一個どうですか。もう一個乗せる。一個可愛いよね、お化けみたいで。どうですかこれ。どうですか、パティシエさんいたら。パティシエさんいなかったかな。パティシエさんいない。シューマイではない。シューマイではない。生クリームです。これ 何配信、これ今から私が昨日作ったチーズケーキを食べる配信です。なんでぜひご飯食べてる方は一緒に、食べてない方も。今日はね、ちょっとフィルターでもう遊ぼうと思って、さっき面白いフィルターをね、いっぱい保存したはずなんですよ、できていれば。ちょ、一回チェックするね。できているものといないものがある。ナイキ、あ、ナイキ。ナイキ、確かにナイキもと。じゃあちょっと一回食べますね。一回食べてみようか。怖い、ドキ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 。何もなしで一回食べてみるよ。いただきます。写真撮ればよかった。いただきます。うんうん、鼻水出てきた。なんで。なんでなんで。おいしいおいしい。美味しい美味しいけど、あの昨日のその料理の配信を見てた方はちょっと分かるかもしれないんですけど、私砂糖を入れ忘れて、最後になんかペペペって砂糖入れちゃったんですよ。だから全然甘くない。もうかぼちゃのチーズケーキっていうか、もうかぼちゃのチーズサラダ、チーズサラダみたいな感じ。なんでそれだから生クリームをつけんだよって。じゃあつけて食べてみます。シュッ、いただきます。うんうんうん、おいしい。え、おいしいんじゃない。もっと甘くていいな。もっと甘くていいな。もっと甘くていいから甘さ足す。もっと、どこに、どっちに出そうかな。はい、
っと甘くてよかった。やっぱり砂糖入れないとダメですね。甘さ控えめどころじゃないの。甘さなし。できまーす。はい、甘さをねだいぶ足したよ今。生クリーム、はい、ほい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 、いただきます。こんくらい欲しい、こんくらい欲しいわ。でもあんまりケーキにあの甘さ入れなくてよかったかもしれない。なんかケーキに甘さがあるとなんかなんて言うんだろう、飽きそう、くどそうだけど、生クリームが甘すぎる生クリームを使った方がいいです。あ、すごいよかった、おいしいおいしい、すごいおいしい。そう、このケーキ自体も材料がね本当に本当にかぼちゃと豆乳とクリームチーズと卵と粉、米粉、ほぼそれで、私砂糖をほぼ入れてないから、なんかすごいヘルシーっすね。いただきます。ちょっとクリームが、うん、うん、うん、おいしい。でも食べながら配信するとさ、食べてる時はさあんま喋れないからさ、うん、うん、うんしか言えないくなっちゃう。あ、おいしい。あ、種も食べよう。種食べちゃっていい、大丈夫かな、食べれるよね。食べてるよね。いただきます。なんか想像と違う。なんかもっとさ、かぼちゃの種ってもっとガリガリガリってしてるかと思ったら、なんか柔らかいんだね、すごい。歯に詰まる。ズッハちゃん、ズッハちゃん。こんばんは、ズッハちゃんです。ズッハちゃんだよ。おいしいおいしい。あ、全然食べれるわ、よかった。失敗しなくてよかった。皆さんも作ってみてね。うん、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 おいしいわ、おいしい。おいしいしか言うことないよな。もっと生クリームつけてみよう、いっぱい。もうケーキに生クリームつけるんじゃなくて、生クリームにケーキをつける。うん、うん、こっちの方がいい。甘くないだけだから。うん、いや、やっぱ甘い方がいいね、甘い方がいいし。でもちょっと注意点は、すんごい本当にもうめっちゃにっしりにっしりしてるの、ケーキが。だから頬張ったらもうね、口の中全部埋まるので、ちょっとちょくちょく食べましょう。はーい、うん、うん、美味しい。かぼちゃサラダ、かぼちゃサラダ、かぼちゃサラダみたい。それはいいのか、かぼちゃサラダみたいはいいのか。うん、確かに確かに。でも似合わないな。え、なんか似合わなくない、ショートカットに見えるって。でもなんか今ショートカットしたらもう似合わなくない。なんか顔丸くない。ああああ。
そのなんかさ、自分ってどんくらいの髪の長さが似合うんでしょうか。クイズ。なんかその伸ばしたいいものの、なんかそんなに伸びてる長い髪がなんかそんなに似合ってるっていうわけでもないさそう。だからといってこのくらいだとなんかですよね。だしなんか短かった頃はそんな別に違和感なかったけど、今こうやってやってみたらなんかちょっと変な感じする。長いの似合って、ありがとうございます。似合ってたらいいのにな。まあ、顔のあれでしょうね、形のあれですかね。そう、どうでもええとか言わないでくださいね。どうでもええなら見ないでくださいね。ははははいただきます。いただきます。おいしい。うんうん、確かに寒い冬は長い方があったかいんですよ。でも長いと静電気がめちゃめちゃ起きるんですよ。そう、それはね、そう。え、ヘアアレンジどう、ヘアアレンジできないんだよな。ヘアアレンジどういう、ヘアアレンジってどういうのがあるかな。うん、なんかよくやるのは、普段ね、普段私がよくやっているのは、まあストレートか巻くかハーフアップか、ハーフアップこうか、もう全部上げて、なんだっけ、クリップ、ヘアクリップで留めるかです。だからそのさ、あんまりそのなんて言うんだろうな、編んで縛るとかがあんまりね、したことないんですよね。え、やってみたいんだけど、自分でそれが短時間でできる自信がない。だからどうしても簡単なものしちゃうんですよね。乾かす時間かかりそう。でも意外と乾かす時間かかんないんですよ。最近はお風呂出てすぐ髪の毛水気取ってヘアオイル塗って、で髪の毛をタオルでこう、何、パパパパってこうやってパパってさ閉じ込めていくんですよ。そしたらで、その間に他のことをやって、でさ乾かすぞっていう時にそれ取ったら、結構ね、その段階でもう水気を取ってくれてて、そんなにドライヤーなんて時間かかんないんですよ、意外と。だから短かった時と変わんないぐらい。だからね、あんまりそんなにね、その乾かす苦労はあんまりないんですよ、意外と。うん、ロングもいいじゃん、ありがとう、似合ってる、本当に。そう、あとは前髪ね、前髪を、私はどんな前髪が似合うのかっていう、今ちょっと長い、ちょっとだけ長いんだけど、どういう前髪がいいんでしょうね、と。なんか私ここ右側、これ右側なんですけど、ここのここに何癖があるんですよ、髪の毛の生え癖で、その絶対こっちなんですよ、こう生えてるんです。だから真ん中に、今もそうなってるけど、このまっすぐ下ろしてもここが絶対こう外側になるんですよね。これをどう
操るかがポイントです。そう、手綺麗、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。ニョ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 、そうだからさ、前髪うんっていう、でも意外とその一回前髪を伸ばしてたんですけど、一昨年ぐらいかな、でそっから前髪切ったらなんかいい感じにこうちょっとなんて 薄い系前髪になれたので、それはすごい良かった。前私前髪あった時は結構ね重めだったんですよ、もうビーンって感じで、なんですけど一回伸ばして切ってからはこういう感じになったので良かったと思いました。歌声すごく好き、ありがとう、歌おうかな。じゃああそこになんか私前にねプレゼントでいただいたマイクがあるんですよ、それをねいつかなんか配信かなんかで使おうと思ってずっと ねそこに置いてあるの。やりたい髪型、やりたい髪型なんでしょうね、まあ私はもっと長くしてみたい、もっと長くしてみたい。うん、もうちょっと長くしたいですね。今このくらいです、このくまちゃんぐみちゃんの手足ぐらいです。でも最近ここ数ヶ月はその髪の毛こうレイヤーちょっと入れ始めたんですよ、それ結構良くて続けてます。もっと入れてもいいのかなって思いますよ、ね、なんか結構毛の量とか太さが太くて多い人なんで私、それをちょっと軽く見せたいなって思ってレイヤーを何ヶ月か前からこう入れ始めたんですけど、結構ね気に入ってるんですよ意外と、っていう。ちょっとケーキこれだけ食べちゃおう、私取った分生クリーム贅沢に。うん、もっと甘くしたい。もっと甘くしたいよ。長い方が大人っぽい。あ、本当に？そう。あ、確かに。そう、年相応になってるかもしれない。長い方が。でもどうなんだろう。でもさ、でも私正直さ、今これでさ、18歳ですって言ってもあ、わかんなくない？わかるか。すいません。すいません。ごめんなさい。なんか全然さ大人っぽい学生さんとか10代の子ってたくさんいるじゃない、もうちょっと声を高くしてきたら私全然いけそうだな。でもいけそう、いけたとて何に生かすっていうね。若く見えたとてっていう。ほ、クリームが、うん、めっちゃ久しぶりに見れてる、よかった、久しぶり。なんかね、なんかて私違うの、てかなんか多分若返ってるんですよ見た目は。あの数年前よりなぜか若返ってるんですよ。そうだって高校生の時よりなんか今の方が若い気がする。嘘だけど冗談で言ってますけど、なんか若い気がするな。見た目が
制服、制服着たい制服着てみたい。なんかもうさ、ザ制服みたいな、ザ何リアルな本当に本当の制服ですよみたいなじゃなくて、なんかイメージする、例えば海外の人がジャパニーズアニメ制服みたいな、もうイメージする可愛いような制服着てみたい。なんか私の学校、私が行ってた学校の制服は、中学校どんなんだったっけな。あれって、あれ私が今想像してるのってこれ中学かな高校かなあれ、まあ、多分中学か高校どっちかが冬の制服で、なんかその規定のベストがあったんですよね。規定のこうベスト前閉じるみたいな、それ可愛くて、あ高校かなどっちだっけ、なんかその規定の何布っていうか、ニットとかニット系じゃない、あれわかります、なんかブレザーの本当に下に着るベストみたいなのが規定のがあって、それすごい可愛かったんですよ。なんか冬時期はそのなんかさ、わかる、ちょっと寒くなったけどまだブレザーほどではないみたいな時はさ、あのそのベストを絶対着てた、可愛いから中学の制服全然、覚えてない、だとしたら私がこの今覚え描いてるのは多分高校の制服なんですよ。え中学って制服あったよね、あったよね、あったよ、え全然覚えてない、どんな制服だったか でも両方ブレザー、まあ女の子はそうか、女の子の制服はブレザーか、両方、ああそう、スカート長かったですよ、すごい。で靴下もさ白じゃなきゃいけないみたいな、なんか想像してた制服ってさ、黒いさ靴下じゃないですかなんかだったんですよ。でも白しかいけないみたいに聞いてって思った記憶がある。私さ、なんか制服、まあそっかでも制服着てみたいな、今さら着て、でもどっかは行く勇気はないけど、くしゃみ出そう、くしゃみ出そう、皆さんの学生時代の思い出は私思い出そんなないもんな、そもそも学生に、学校学生時代で分かる、私もそう、なんか韓国の学生服みたいな制服着てみたいです、可愛いよね、なんかない、私もな、そんな学生のな武勇伝とかないもん、学校学生時代の逸話ないですねでもこれ話したことあるのかな、ないのかな、なんか高校生、私高校生の時に、その高校の時から芸能の活動していたから、まあ、担任の先生に言ったんですよ、もちろんしていますって。なんで学校をそういうお仕事で休んだりとか、お仕事で早退することがありますみたいな言ってたんですよ。でもなぜかね、その担任の先生はその校長とかに言ってなかったのその上の先生方に
言ってなくて、私がそういう活動しているっていうのを言ってなかったのよだからなんか私が廊下を歩いてて、なんか見たことない先生とか、その別に授業を持ってない先生とかにもなんか結構な頻度で、今日は元気なのとか、今日は体調大丈夫とか、すごいよく聞かれてたんですよ、廊下で会うたびにね。でなんで、なんか別に元気なのになんかすごい心配されるなって思ってて、でそしてなんか後々知ったのが、なんか私についてあの子は体が弱い子ですみたいに言ってたんですって、先生がだからちょっとあの早退多かったり休みがあの多かったんです、多い多いですみたいに言ってたっぽくて、なんか勝手にすごい体弱い子にされてて、まあそれはそれでなんか良かったんだけど、別にそれでなんかさ悪い扱いを受けることはない、逆になんかすごい全ての先生からなんか大丈夫みたいな、会うたびにさ、なんか今日は元気とか言われてるから、あの言われてたから、逆になんかすごい気遣ってくれて嬉しいなって思ってたんだけどなんかそう、あそういうことだったんだって思って、うんでも唯一ね、私1年生の頃は唯一保健室の先生にはね言ってたの、その担任と、担任の先生と、うん。でもその保健室の先生がね、私が1年生2年生に上がるタイミングでその先生も学校からいなくなっちゃったんですよ、他の学校に行ったかわかんないんですけど、だから保健室行けなくなっちゃってそう1年生の時はね結構保健室利用してて、中学生の時もだな、中学生の時も私ずっと保健室いましたね、よく、はいそう保健室常連組の一人でした、だった記憶があります。そう、あとなんかあるかな、学校こでも高校の記憶がほんと一番なくて、高校の記憶マジでない、高校で中学もあんまりない中学校って何してたんでしょうね、私は一体あでも小学校の時は、小学校っていつだよ、いつ、もういつ、何年前なの私の小学校って、小学校って6歳から11、12、もう10年前、10年以上前じゃない、卒業したのが小学校を、なんてこった。なんかさ、なんかさ、お母さん、じゃあ自分のお母さんがさ、なんかママが高校の時はとか言うとさ、なんかさ、えすごい昔っていうさ認識を頭でするんですよ、私の頭でさ、お母さんの学生時代イコールすごい昔みたいなイメージがあるんだけど、なんかさ自分がさこうやって話す高校生の時、中学校の時とかいうのってさ、すごい最近みたいに話しちゃうんだよね。だから多分今聞いてる皆さんはさ、え23歳の中学校ってめっちゃ前じゃんみたいな感じなんですよね、感じなんでしょうねうん、だからそうなんですよね、残念ながら、残念ながらもう私は中学校卒業して8年、え8年ぐらい経ってるってこと、え小学校の校歌歌える、小学校の校歌ってなんだっけ、あ覚えてる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 、えこれ多分小学校だわ、トゥ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 、あはい覚えてる、小学校はね独特なんですよ効果。ケーキもう食べ終わっちゃいました、ケーキねあと一口残ってるのあと一口残ってる、あと一口残ってる、食べるね、今食べていいじゃん、一口残ってた、そうケーキあんまり甘くできなくて、すごいね甘い生クリームをつけると美味しいっていう研究結果にね出たんです、
あと一口なんでいっぱい生クリームつけて食べます。うん、おいしい。なんかその私の小学校の校歌は独特で、なんかよくさあるあるなのが、学校の名前とかさ名称が入ってる とかあるじゃないですか。後半とかにさ、例えばじゃあ水波小学校とかやったら、なんとかかんとか水波水波なんとかよみたいなさ、なんかそういうのよくあるじゃないですか。でも私の小学校全く一文字も触れてなくて、確か学校名にで、だからそれで困ったのが、でしかも小学校、まあ小学校の校歌ってそんなもんなのかなって思うんだけど、めっちゃ少ないんです、めっちゃ短いんですよ小学校の校歌が。ほんまになんかさ、体育館のところにさ校歌のさ歌詞って貼ってあるじゃないですか大体。でも本当にもう行空白行空白行で6行ぐらいだから、本当に早く終わるんですよ校歌斉唱が小学校のところは。だからこそめっちゃなんか覚えやすかったの、本当にちゃんちゃか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 。だってリアルにちょっとじゃあ歌ってる、歌うぐらいの尺でいくといきますよ。校歌斉唱、はい、前奏ありました、今校歌歌ってます、はい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 、こんくらい分かったかな、本当にこんくらいなんですよ校歌の長さが、小学校の私のね。これで短いかな。でもだからこそ中学校でいきなり3番まで出てきて校歌が、それがびっくりした、覚えられるわけないじゃんって思ってさ、確かにちょっと早かったリズムが。本当はね、確かに先生ってゆっくり歌いなさいって言いますもんね、尺伸ばすために卒業式とかだとしたら、卒業式バージョン、イベントバージョンだとこんくらい、こういう感じ。そうだから小学校の校歌が一番しかなかったから、中学上がっていきなり3番まで出てきて、覚えられるわけないじゃんって思って。え、そうだったよね、私は小学校って一番しかなかったよね、それ以降の歌詞知らないもん中学校はあのね、あ、思い出した思い出した思い出した、いや、でも最初しか思い出せない、最初の2行しか思い出せない。高校はマジで覚えてないですごめんなさい高校の人、高校の校歌って本当に覚えてない、え、全く、え、マジで覚えてないわ、あら残念。高校の校歌が本当には覚えてないもんですね本当に覚えてないもんです、高校の校歌は。うん、だからさ高校時代が一番最近なはずなんですけど、でも一番記憶に薄いだよね、学校の記憶が。うん、わかる、やっぱここの校歌って覚えてないよね、うっかり歌い出して見張りに行きますけどありがとうありがとう、確かに。でも今高校のね校歌を本当に思い出せないから大丈夫だと思う。小学校は思い出しちゃった、中学校も栃木の名所入れ
ってたかな。あーでも多少ね、あれは栃木の名所なのか。え、もうやめよう効果の話。もう私効果で全然もう話しないもの。まあでもさ、あ、なんかさ、私が学生の時にちょっと軽く嫌だった日はバレンタインとか、なんかさ、友達からさ、なんか別にそんなバレンタイン交換しようとかも約束あんまりしてなかったからさ、その当日、その14日が学校ある人からと、なんかすごい嫌だったんだよね。わ、周りではもうみんなさ交換してチョコあげあったりして、私誰とも約束してないからどうしようみたいなそういう気持ちを味わうのは懐かしいですねでもそういう時にやっぱ救世主として、なんかみんなに配る系の女の子なんかその小分け、本当にもう何、小さい小分けをもうみんなに配る系の女の子っているじゃないですか。結構比較的女の子じゃなくてもいるかもしれないけど、そうするともうさ、そういう子ってさ別にお返しとかなんかそういう感じじゃないでしょね。もうあげたいからあげるみたいな感じだから、そういう子からはなんか、え、みさちゃんもあげるよみたいな、ついでにあげるよみたいなのでもらった記憶はあります。うん、そう、それはあったな。でもあんまり自分で友達のためにチョコを作ってとか買ってあげるってあんましたことないね。なかったかなって思いますバレンタイン怖い怖くないよ、怖くないよ。まあ、まだねバレンタイン話するの早いから、先、まあクリスマスだから。クリスマスやだ、クリスマス。部活動で交換する文化、あー、え、部活動で交換する、部活内で、それとも部活対部活、テニス部とバト部チョコ交換会みたいな。あ、でもそれはそれで楽しそういや、私部活もな、中学しかやった経験がないんですけど、え、バレンタインどんなことしたっけな、覚えてないんだよな、覚えてないな。小学校と中学校どっちが楽しかった？思い出させるね、自分自身に。まあでも小学校の方がさ長いじゃないですか、倍じゃないですか中学校の。そう考えたら小学校の方が記憶が多い、いいのも悪いのもって思ったら小学校の方が楽しかったのかな。なんか小学校はすごい先生がすごい、なんていうの、個性豊かだったんですよ、すごく。だからそういう面でも楽しかったし、うん、あと学校の形がちょっと珍しかったんですよ、私の小学校は。だからなんかそのもの珍しさで楽しかったかもなんかその周りの小学校と全然違う内装っていうか外装っていうかが結構なんか楽しかったし、あとやっぱ小学校の方が広かったので、全体的な敷地が、だからやっぱ小学校の方が楽しかったかもな。だって中学校で校庭で遊んだ記憶ってほとんどないんですよね。あった、なんか一時期ハマってたけどな、何にハマってたんだっけ、なんか一時期めっちゃ校庭出るの中学時代ハマった時あったんですけど、何にハマったか覚えてない。なんかボール系だった気がする。でも小学校の時は私結構休み時間毎回と言っていいほど外出てた子だったんですよ、縄跳びをしにその縄跳びのさなんかこう板飛び、なんていうの、このこういう感じでこうビヨンビヨン、ここに人がビヨンビヨン
ビョーンビョーンってなってこう高く飛べる板があったんですよ、校庭にね。で一番そのよく跳ねられる、一番よく跳ねるやつをもう絶対に取りたいと思って結構ね縄跳びのために休み時間すぐ出てその一番高く飛べる板を取りに行ってました。うん、あら、部活は中学の時に弓道を3年間やりました。でもそれ以降やってないんですよ。それが私の最初で最後の部活ですあ、でも小学校部活って言っていいのなら卓球部1年間だけやった1年だけやって、あ、クラブか、あれは小学校の時は部活って言わなかったな、卓球クラブだったな。だ高校は部活やってないので、そう分かりすぎるやっぱやったよね、やっぱやるよね。あ、竹馬もね、私の中学校じゃない小学校は曜日限定だったんですよ。竹馬の何曜日しか竹馬出せないよみたいな。だからその日は結構ね賑わってました竹馬ゾーンが、それよく覚えてます。みんなね高くなりたがってました。そう、でもなんかその私そのさっき校歌もそうなんですけど、小学校から中学校に変わった時の違いがありすぎてすごい結構戸惑ったんですよ。中学校どんなんだったっけな、あ、そう、ベランダがなかったこと。中学校に、中学校ベランダなかったよね。なんか、あったかな、忘れちゃった。なかったよ。え、なかったよね中学校にベランダがなかったんですよ、確か。なかった、うん。だからそう、ベランダがないことに最初びっくりして、小学校の時はバチバチにベランダあったんですよね。あとはそのなんて言うんでしょう、あとなんだろうななんかそのね、あんまり特徴言うと、もし栃木に住んでる人とかは私の小学校分かっちゃうかもしれないんだけど、そんな本当にね、あれを学校だと思ったらあんまり行けないなっていう、結構珍しい形だったと思うんだよね、小学校が。うん、だからそのあれを学校だって私思ってたから、中学校に行った時にあれ学校じゃないみたいなって思いました思った記憶がありますやっぱベランダない？そう、だからさ、なんか、え、どうやってじゃあ外出んのみたいな思ったこともあったし、あとはさ、あとなんかあったかな、あ、あとさ、小学校はさ、多分さ、動物とか言いませんでした？私はのところはいました、いくつか。だからそれもなんか、あ、確かにいないなって、中学行って、あ、確かにいないなって、たまにあの野良ちゃん犬ちゃんがいるなっていうぐらいですね、だったからな。あとなんかあるかな、やっぱいましたよね。そうそうそう、飼育のさ担当の あるじゃないですか、多分。コケピーって何？ポケモン？コケピー。そう、私のとこもね、ウサギちゃんいた、ニワトリちゃんもいた、あとはコイかな、コイもいた気がする。
あとはよく野生のヘビは出てた帰り道に。なんかそういう部分で、あ、全然違うなって思ったね、学校は。あ、二宮さんいました、いました、いたいた、呼びました、呼びましたよ。あとあのさ、私が授業でめっちゃ覚えてるのが、蚕を育てたんだっけ。なんか蚕を捕まえるっていうか、蚕をこう取るっていう、繭からこう成長させるっていう、なんか授業があったと思います。なんかね、すごいその蚕がいる木があったんですよ、校内にめっちゃ。だからみんなでその蚕を一つずつこう、繭を一つずつ取って幼虫になってみたいな。やっぱ育てるや。あと何かあったかな、枝豆とかねうん、枝豆も育てたし、あ、水あの、はい、小学校の時のあの嫌な思い出、嫌な思い出があった、あるんだけど、あの私のね、そのロッカーが、あの小学校ってさ、わかんない場所によるんですけど、だいたいこう教室の後ろ側にこう、もうドアがないさ、こう何、本当にカラーボックスみたいな感じでさ、ロッカーがこうある学校だったんですよ。で、私の場所のロッカーがちょうどね、そのロッカーの上に水槽があったんですよ。で、そこでね、何を飼ってたんだかな、金魚だったかな、グッピーだったかなみたいな、小さい魚を水槽に入れてたんですよ。で私は普通にいつも通り学校行き、ロッカーにリュックランドセルか入れて、でそしたらちょうどそのここのロッカーからピョンって下にね、私が初めて買ったダッフィーのちっちゃい縫いぐるみバッジがこうデロンって下にこう垂れてた状態だったんですよ。ダッフィーちゃんがベロンってこうランドセルからベロンって、だからロッカーからダッフィーちゃんが出てたの、こうやってピョン。そしたら休み時間に何を投げたんだか忘れちゃったけど、なんか男の子が何かを投げたか何かを当てたかで水槽を割っちゃったんですよ、破壊しちゃったんですよ。でその途端に水が溢れてきちゃって、私のダッフィーの全ダッフィーと私のランドセルがびしょびしょになっちゃって魚はすぐ助けてね、別の水のとこ移したりしたんですけど、もう誰もダッフィーを助けてくれなくてさ自分で助けるしかないからさだからね、そっからね、そのダッフィーがすごい臭くなっちゃって、え、もう待って、今もういないよな、確か。ちょっと今はね、もういなかった気がするんだよな、そのダッフィー。いないね、もういないね。そう、私が初めてそのダッフィーができた、ダッフィーがもうちょうどディズニーにできて、で私が多分初めてだと思うんですよ、ダッフィーができてから。でその時のコスチューム、イベントのコスチュームを着たダッフィー、あのさ、ザリガニを持ってるダッフィー、知ってる人いるかな、ダッフィーのにバッグが入ってザリガニかなんかを持ってるダッフィーのね、ネイバーがあるんですけど、それがもうお魚のいろんな匂いがついてしまって、もうショックだったなっていう思いであります、はいはい、それは思い出ありますね。まあ、あと私のあれは中学かな、小学校かな、小学校はね、結構ね、もうあのやんちゃ系のやんちゃボーイが多かったのでそれはそれで見てる分には面白かったけど、まあ、先生は大変だったなって思いましたダッフィー好き、
ダッフィー好き、大好き。今ね自分のあそこにあのなんかその縫い歯コレクションみたいなのあるんだけど、いなかったわ。35周年じゃない35周年かな。え、35周年って最近じゃない？30周年かの、え、30周年、黄色いダッフィーと青い、あと青いのは多分15周年かな、10周年かどっちかのダッフィーがいました。中学上がってすぐ先輩に集められて、会ったら挨拶しろよって言われた。確かになんかさ、わかる、中学校からさいきなりさ先輩ってこう偉いみたいになりますよね。それも面白かったな、なんでだろうって思ってたけど。確かに、まあでも厳しかったのかな。あんまりなんかでもそんなにねめっちゃ指導はなかったな、私部活とかも。まあでも2校上の先輩にはなんか部活の時、部活中になんかみんなで1年生全員呼び出されてさ、なんかなんとか1年生はなんとか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 だから、なんとかなんとか、うちらの時はそういうのめっちゃ怒られたんですよみたいな感じで怒られたんだけど。でもね、なんか私だから自分が先輩になった時は私もう本当に怒りたくないと思ってたから、てか水葉は怒る担当じゃないなって思ってたんですよ、ヘラヘラしちゃうから。で、あ、なんか連続でバッジもありがとう。なんかそれであの自分は後輩の子に怒りたくないから結構ヘラヘラ接してたのよ、後輩の子にね。その女の子にも、男の子の部活も弓道部もあったんだけど、両方になんかヘラヘラ接してたんですよ。そしたらなんか舐められた。いいんだけど、ね、全然いいんだけど、嬉しかったけど、むしろだから全然この先輩は大丈夫な先輩だって認識されて、あの結構ね舐められたから。でもその環境で育ってくれてよかったな。私マジで怒んないな。そう、下の子に対してはマジで怒らないと思う。怒ったことあるかな、あん、そう、こらみたいなのはない。こらとか全くない。舐められてそうとかやめてよ。あ、また連続でバッチもありがとう。でもそう、なんか嬉しかったのは、私が卒業するときに中学校をなんかその女の子の部活の後輩に対しては、まあ、そんなに自分からめちゃめちゃ話しかけるとかしなかったのよ。そのあっちからなんか聞かれたりしたら答えるし、あっちからなんか喋りかけられたら答えるしみたい。でも私からあんまりなんかえんへへへってやんなかったんだけど、そしたらね、みさが卒業するときになんかね、結構同じ部活だった子になんかボタンくださいみたい言われて、まあ、結局あげられなかったんだけど、あげられずにあの私は卒業式を去ってしまったんだけど、そう、なんか最初にね、なんかさ、卒業生がさ卒業式終わってなんか外に行く道みたいなのあるんですよ。で外に行ったらその子たちが先に来て、なんかボタン欲しいですとか言われて、あ、じゃあまた後であげるって私言って、でそれでなんか違うさ挨拶とかいっぱいやってたら、もうその子たちが分かんなくなっちゃって、どこか探したんだけどさ、見えない、どこにいるか分かんなくなっちゃって帰っちゃった。ごめんね。ごめんね。ごめんね。あ、ボタンってよ。あ、ボタンといえばね、水葉がボタンですごい覚えてることがあって、これ水葉じゃないんだけど、この先輩かっけーって思ったのがあってね、それちょっと話していい？すごい雑談なんだけど、なんか私の一個上の代が卒業した時に、結構すごく後輩から慕われてる、まあ、モテてるっていうかいう方がいたんですよ、男の子で。で結構その子がね、確かそのもう
ほぼほぼ全てのボタンをがなくなり、残るが第一と第二になった時に、その女の子2人に、そう第二が欲しいって言ってた2人がいたんだってね。でそしたらその子2人を一緒にその男の子が呼び出して、そのボタンを第一と第二だよ、どっちかが第二じゃん。でさ、2人ともさ第二が欲しいから来てるじゃん。でもそれをなんかこうやってもう自分でこうやって混ぜて分かんないようにして入ってあげたんだってかっこよくない？分かんない、かっこよくないかな。なんか私はそれ聞いた当時はすげえって思った。中学3年生かっこいいって思った記憶があります。いやかっこいい、やっぱかっこいい。え、そう、優しいよねそれ、すごい。だからそれをねもらった方はさ、どっちも、あ、私が第二って思えばさ、もう幸せじゃん。それすごいいいな。なんか聞いた時さすがと思った。もう先輩ってすげえなって思った記憶があるな。あ、もうなんか1時間経っちゃった。じゃあフィルタースケ、私がさっきダウンロードしたやつね。でもなんかあれもうちょっといっぱいしたはずなんだけどな、そんなになくなっちゃった。しかも出てこないから、これがどんなフィルターかわかんないよ。落書きされちゃった、落書きされちゃったよ顔に。あ、あ、なくなっちゃった。なんかもうちょっとあれ、私ダウンロードしたやつ入ってなかったな、残念。こ、怖いね、ちょっと怖くない？これがいいね。これかわいい、これかわいい。あ、バッチも、なんでフィルターつけてバッチ送ってくれるの、ありがとう。こんな顔でごめんね。怖い？怖いか、やめるか。怖い？かわいい、怖い、どうしよう、怖いね、怖い、かわいいかな、怖いかな、怖いんだったらやめるよ、怖い、やめよう、怖い、怖いか、やめるか、怖いか、怖い、はい。怖い、やめよう。怖いな、やめようね。怖い、どっちも。どっちも。いや、本当はさ、もっとさ、入れたはずなんですよ。でも多分、ライブ配信だと使えないやつとかなのかな。ストーリー限定みたいな。またもっと、また次やるとき、ちょっとその、兄、このフィルターゲームをやりたいから、いろいろやっぱ探します、探してやろう。今日はこれしかなかった、残念、このひげしかない。あとはもう昔に入れたものと、もともと入ってるものしかない。これ何、これ何、これ何、何これ、何これ、あ、これかわいいじゃん。これじゃ、これで終わりにしよう、これで終わりにしよう。よし、じゃあ今日はね、なんかすごい思い出話めっちゃしたけど、ケーキは、そう、そういえばケーキを食べたんです今日は。ケーキはね、無事ね用意した
8分の1切れは食べ終わりました。はい。でもね、そのこの作ったかぼちゃのチーズケーキは全然甘くできなかったから生クリームをつけて美味しく食べました。また明日以降いっぱい食べます。はい。であとはね、まあそのインスタの方でも今このライブ配信中のコメントでもね、いろいろ言ってくださる方がいらっしゃってね、こうまあそうなんですよ、あんまりね、あの皆さんご存知じゃないと思うけど、私結構話しちゃうと泣いちゃうタイプの人間だから、だからヘラヘラしてるっていうのもあるんですけど、あの内心はね、あのそんなに実はヘラヘラしていないので、はい、泣かないようにヘラヘラしているっていう、あの豆知識、私の、はい、なんですけどね。そうなので真面目にお話はちょっとあの泣くのを控えるためにちょっとしないようにするんだけど、はい、だけどまあちょっと末永くあの応援してくれたら嬉しいです。まあ一つ言えるのは、なんかそのやっぱりみんな私はもう諦めてんじゃねえかって思ってる方がいるかもしれないんですけど、私自身はあの全くそんなことはないので、はい、何か自分が飛び込めるチャンスがあったらもちろん挑戦したいっていう気持ちがあるのでね、はい、なのでまあその時がいつ来るかわからないけど、来たらぜひ応援してくれたら嬉しいです。はい、でまあ今が仮にそのチャンスが来ていない時期として言うのであれば、そんな時期でもまあ温かく見守ってくれたら嬉しいですと思います。はい、私はねやっぱり最後に、ごめんね、最後にちょっとお真面目みずはちゃんなんだけど、まあそのやっぱりこうみずはを見てくれる方がいるっていうことがすごくエネルギーにやっぱなってるのは本当に事実なので、そうです、それだけはちょっと忘れないでほしいなって思います。はい。さあこんな感じで今日は、あ、なんかうるさいと思ったらハートが降ってたね。じゃあ昨日と今日で連続して配信したのに見てくれてありがとうございます。あとなんかまたその私の生活力向上のためにも、その料理をする、配信をするっていう口実で料理をすれば、いろいろ料理のさレパートリーも広がるかなって思うので、あのそういう料理配信ちょっと増やします。はい。あとかさっき歌うって言ったのに歌うの忘れちゃった。で歌もね聞きたいって言ってくれる方いっぱいいることはもちろん知っているので、自分が納得する声が録音できたら載せるっていう、ごめんなさいね本当に自分勝手で、はい、いや歌なんかさ、そう歌いたいんですけど、何を歌えばいいのかな。多分ね、私が歌いたい曲と皆さんが聞きたい曲って、なんか私結構差があるなって感じて いるんですよ、以前からも。もうそれが別にあの悪いことはないと思うんだけど、なんかどうせだったら皆さんがこう聞きたいって思ってくれてる方がこういう系の歌だと聞きたいなとかって思ってくれてるやつを聞きたいじゃない、歌いたい。からなんかさ、自分が歌いたい歌を歌うだけでさ、ただ自己満で終わっちゃう感じがして、それを皆さんが果たして聞きたがっていたのかってさ思ったら、そうでもないじゃないですか。だからね、それは思うんですよね。そうなんで、またそうダンスもな、ダンスもやりたいな。え、ダンスもね、そうダンスもそうなんですよね。ダンスも踊りたいなと思ってるんですよ。そうでもね、どうしても行動に移せない、まあ理由はいろいろあって、
だから歌、まああとはさ、やっぱさ、多分インスタライブだと歌って言ってもさ、ほぼほぼてかアカペラになっちゃうんですよね、私がカラオケ音源とか作れない限り。あ、じゃあちょっと待って、いって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 。よっこいしょ、これこれ、日本語の歌がいいです。ダメなの、海外の方の歌歌っちゃダメじゃないでしょ、そこは私の可能性を広げさせてほしいです。アイドルの歌がいい。アイドル、例えば誰だろうでも今私アイドルって言って一番に思い浮かべたのはちょっとピンクジェネレーションだ。でもピンクジェネレーションってあれアイドルの曲ではないですもんね、もともと映画ドラマのあれですもんね。ほら、このマイクをね、何年か前にプレゼントでいただいたんですよつけてみるね。Bluetooth の設備はすでに用意してあります。あ、え、これプーってなる、やだ。あ、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 どう？あ、すごい。これで歌ったらよくないですか？あ、これでいい。エコーが、あ、エコーなしだぞ、こんな感じでも歌うにしてもね、私もディズニー、ディズニーの曲、ディズニーの曲は何がいい。俺がついてるぜ、俺がついてるぜ辛いことばかりでも君はくじけちゃダメだよ。あとはとにかくそれを送り返そう、近づいたら大変送り返そうさもないとボヘミアンラプソディ、ボヘミアンラプソディ、わからない。あ、リメンバー、あ、リメンバーミーとか歌いたいな。リメンバーミー歌い、歌おう。でも声がちょっと低いんですよねあーリうーあー、ほら出ない、出たら歌いたい。オーバーオーバーかれたけど Remember me 忘れないで、たとえ離れても。うるさいかな、どうしよう、ピンポン来たらちょっと下げよう。心一つお前を思い歌うこの歌、うんぽころこ、あ、いいね。空の色はアンニョモレレニョロ、赤色というアンニョロレレロ、靴を置くのはアラララララララ、頭のてっぺんというアラララララララ、君はね、うんぽころこ、ちょこっとね、変なの、君が言うとね、なぜか信じちゃう、素敵なことさ、君はうんぽころこ。で、そう、君が僕をおかしくするわけもわからず、気ままで自由、頭ぐるぐるこれ聞こえ方どうなってると、そんなに違和感ないのかな。君はうんぽころこ。あと何があるかな。でもリメンバーミーやっぱ歌がいいですよね。あとはディズニーだと
私が好きな歌だと、好きな映画、歌、なんだろうな、お耳真っ赤だね、本当だ本当だ気づかなかった、本当だ。え、別にそんな、まあこっち側にあのヒーター置いてるんですよ、だからかもって言ってもこっちも赤いんだけどねなんだろうな、ディズニーソングでしょ、なんか好きなのありますか。ありのままで空へ風に乗って、ありのままで飛び出してみるの、ん、二度と違う、ないか、涙は流さないわ、ドゥルリルリルリルルルリルリルリル、ドゥルリルリルリル、冷たく大地を包み込み、高く舞い上がる思い描いて、花咲く氷の結晶のように輝いていたい、もう決めたの、これでいいの、自分を好きになってこれでいいの、自分信じて、にあ違う、あれなんだっけ、あれ、少しも寒くないわいいね、ノリノリね、やっぱいいよね。アナ雪だったら、私アナ雪で一番好きな曲はあれ、あれ、お祝いの鐘、今はまだ内緒なの、この素敵なパーティー、もうすぐ鳴らすの、今年はクリスマス告げる鐘を、最高のお祝いを、う、初めてのおめかし、時が経つのを忘れる、喜びに満ちたこの日、生まれて初めての、何だっけ、あれ、生まれて初めてのなの、扉を大きく開いてお祝いしましょう、愛を込め祝福を、クリスマスのお祝いを、パーティーの始まり知らせる鐘がもうすぐ来る、鳴り響くめちゃ歌ってる、鐘の音、あれんでるの街に、この時を待ち続けた、暗い過去は乗り越えたわ、さあ心込めお祝いの鐘を鳴らそう、この曲今フルで歌ったこれ私一番好きです、うん、Under the sea、 Under the sea、タレラリタティラ、隣の海藻は青く見えるさ、こう、私アンダーズシー目覚ましにしてるよアリエルで起きてるいつもアリエルってはいはいっつって起きるあとね、ピーターパンも私目覚ましにしてる、テッテルーテッテルーで起きてるいいね、じゃあ半までやろう、9時半までやります、9時半まで歌、歌唱祭、水葉歌唱祭、あとはなんかあるかな、ダダ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 、あとは、あ、そう、この歌さ、この歌私ね、勘違いしてたことがあって、あのさ、左を見て、次は右だ、光の中、僕が飛べば、僕が飛べば、確か、ってさ、言ってくれてると思うんですけど、なんかずっと私、僕らと出っ歯って聞こえて、僕らと出っ歯みたいな。
左を見て次は右だ、光の中僕らと出っ張って、僕らと出っ張ってどういうことって思ってたんだけど、多分確か僕が飛べばだった気がする。僕が飛べば歌声大好き、 ありがとうありがとう。あとなんかあるかな、あとはねなんかありますか、ぜひぜひ私が、私でよければあの何か歌います。そう、僕らと出っ歯違いましたから、よかった、わかる、わかる人いたよかった。そう、僕らと出っ歯、かわいいね。あとはあ、あれ、あれは、あ、でも最初しかわかんないな、最初しかわかんない。逃げちゃダメブルーノー、ノー逃げちゃダメブルーノーとか、あ、なんだっけあの歌、あ、忘れちゃった。見せてあげよう、これもさ、私さ、もっと低い声が出れば一人で両方やりたいんですよ、アラジンもジャスミンも。でもアラジンが出ない。見せてあげよう、お輝くシュールだなこの絵、世界出ない、ジャスミンしかできない。大空目がくらむけれど、ときめくまで初めて、すぐきすぎて信じられない、だだ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 だ、身を任せ、哺乳はだだ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 だ。低音が好き、うわ嬉しい、低音で、低音でね、いろいろ歌いたいなって思ってます。低音の曲だとなんかあるかな、このぐらいのあれで歌える曲って何か知ってる方います？はあ、このぐらい、このぐらいね、こうぐらいなんかあるかな。いっぱい色があった、いっぱい色があった。フィルハマジックね、フィルハマジックリニューアルして、リメンバーミーが入ってるから早く見たいな早く見たいな。米津玄師さん、ララ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 ラって困っちゃった、ワンワンワン、たった一瞬の今夜泣きよな、歌詞ごめんなさい曖昧で、ただにでなななななで、さだだだだだだにでなでなでなでだ、誰も追いつけないくらいのスピードで、稲妻のように生きてたいだけ、だだだだけ、だだ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 、やっぱりだだだしか言ってない。あ、山口百恵さんね、私あのあれが好きなんだ、あのなんだっけ、なんだっけ名前、ああ、題名なんでしたっけ、月の明かりで二人のなたごだだ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 、そんな夢を見ました、あなたは時々微笑みに見けんキース、なんだっけこの、何でしたっけ題名、シナリンゴさんのカバー、シナリンゴさん何がいいかな、あ、私あの曲好きですよ、待ってこれを題名、ちょっと待って題名出てこないのマジでダメじゃん、題名出してよ私、ちょっと待ってね、題名見ますね、なんだっけこれ、音楽
シナリンゴさんはあれですよ、あのね、あ、何でしたっけ、名前歌ったら分かるから、誰かが誰もが私を化石にしても、あ、夢咲案内人、そうです、あの山口百恵さんので、椎名林檎さんは誰が化石にしても、あなな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 なしか言えなくてごめんなさい、うやなってることを確かめているな、なな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 なヒゲダン、ヒゲダンさん、ヒゲダンさん、ヒゲダンさんは、ほらここで君が笑う、芯が見どころなんだからさ、写真にもうなられない、とっても不愛なほどの仕草に、あとは、あとは、うん、今変な声してた、うん、やばい、めっちゃもう皆さんだより、じゃあ私だって今さ、これさ、そのスマホでやってますから、これさ今一個前のに使ってたやつでちょっとなんかいろいろ見てるんですよ。でも全然電波がさ遅くて、なかなか、あ、ここに出てきたやつだと私でもやっぱね、そうね、アイドルさ、花束の代わりに出てきた、メロディーを抱きしめる代わりにこの声を、でもこれ私なんか歌ったことある気がする。え、なに、電源、充電切れた。鼻つまんで歌ってみて。なぜ。はい。何を歌いますか。鼻をつまんで何を歌いますか。そうだ。嬉しいんだ。生きる喜び。たとえ。ゆいさん、ゆいさん、ゆいさんはあれ、うーん、ゆいさんはね、なんだっかな、なんだっけ、あの曲、夏、夏が来るから海へ行こうよ、ちょっとだけ立ち止まって迷う日もあるけど、この毎日取り戻す日々、あいみょんさん、あいみょんさんね、そう、歌おうと思ってる、今度あのあげようかなって思ってる。何歌うかな、何がいいですか。健康的な朝だな、こんな時に君の愛してるが聞きたいや、揺れるカーテン少し浮いた前髪もすべて心地いいさ、それに割れてしまった目玉焼きついてないや、ついてないな、バランスもとっても溢れちゃうや、少し辛くて少し酸っぱくて、あれ、少し甘ったるかったりさ、とか。藤井風さん低いもんな、声がな、私ちょっと出ないかも、声出るようになったら絶対歌う。そう、男性低いんだよね、バウンディさんも低いんだよな。思い出すのは君の歌、
うなぬ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 などこに行ってしまったのうなぬ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 ねもっとさんは下界中の歌まだ消えない夢の中唱えてとかマリーゴールドマリーゴールドなんだっけ麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てるあれはまだ空が青い夏のこと懐かしいと笑えたあの日の恋もうんとかですかねあもう32分になっちゃった楽しいと時間はあっという間ですねなんかないかなあ、なんかちょうど私の今ここに洋楽ヒッツ2008とか出てきた洋楽じゃない邦楽あ、雪の花いいね今年歌おう伸びた影を歩道に並べ海の中を君と歩いてる手を繋いでララ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 ラ泣けちゃうくらい風が冷たくなってこれ合ってる冬の匂いはラララで気が近づける季節が来る今年最初の雪の花を二人寄り添って眺めているこの時に幸せが溢れ出す甘えとか弱さじゃないただ君を愛してるうん2008邦楽ポニョポーニョポーニョポーニョ魚の子青い海からやってきたポーニョポーニョポーニョ膨らんだ埋まるお腹の女の子あなんかさ私思い出した TikTok で見つけた動画なんですけどなんかポニョをすごい敬語で歌うみたいな動画を見つけてそれ私見た時久しぶりにめっちゃ爆笑したんですよちょっとぜひそれ見つけたら見てみてくださいなんかポニョをすごいもう最上級の敬語で歌うみたいなユーミンどんな歌だ魔女の宅急便魔女の宅急便見たことないんですよユーミンでも絶対知ってるってありますよねうんポニョみーちゃん好きやったあとなんかあるから最後じゃなく歌って終わろう何がいいかな。なんか最後にふさわしい曲ありますか。なんかそのポニョの動画すごいなんだっけなんかペタペタピョンピョンとかあるじゃないですか。その時になんかペタペタなさいますみたいなピョンピョンなさいますみたいな。あの人のママに会うため。あ、小さい頃あこれ違う。あ、違うこれ違うか。あれこれ違うか。あの人のママに、なんか聞いたことあるよ。あの人のママ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 。ちょっと待って。いや、確認したい。絶対知ってるもんね。え、あの人のママって名前の題名ですか？あの人のママって題名じゃないよね、多分ね。あの人のママっていう題名かな。ルージュの伝言？これかな。
あ、わかったわかったわかった。たた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 。歌詞わかんない。たた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 。歌詞わかんない。はいはい。あの人のママに会うために、たたた、今一人列車に乗ったの。あー、はいはい、あの人のママね。かわいい。あ、いいね、あの人のママいいな。みんなすごい、あの人のってちゃんと書いてきた。あの人のって言って書いたり。なんか待って、最後に歌って終わりたいな、せっかくだったら。もう7分過ぎちゃった。なんかあるかな、さよならソング。さよならソング。さよならソング、ある、ありますか。この気持ち早く君に伝えたいけど、私のことどれくらい好きなんて絶対言えないから。オフコースのさよなら、さよならさよならしかわかんない。さよなら2回しかわかんないな。え、また会う日までってなんだっけ。二人で、え、これそうだっけ。ドアを閉めてって、これそうでしたっけ。二人で名前消して、これそうでしたっけ。そう、この間ね、10年選手、先週の方の柏木企画の10年選手の方はアーカイブ見させてもらってて楽しかった。あ、それです、合ってた合ってた。そう、意外とね、知れてた。歌は、歌は意外と知っている。あと何かあるかな。うーん、なんかちょっとコメント待ち。やばい、これいいリクエストが来ないとライブが終われない配信。あ、そうなんだ、リューズの伝言。そうなんだ。でもいいね、なんかルンルンで行くかい、ルンルンでチクリに行くんだね。さよならバイバイまた明日でのなる方へ出会って、ララ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 ラ、ラブスマ、わー、ラブスマ2個連続できたよ。歌っていいのかな。いいか、別に。チュ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 、新しい季節の予感、暑いタイヤをここ熱の香り、夏が始まるよ、いがいはいつも誰を待っているんだろう、君に会いたくなったよ、雨明かりの空には虹が離れてる、君の街にも届いているかな、せーの、ラブリーラブリースマイリースマイリーベイビー、君がもし泣いてたら怒りを追い越し駆けつけるよ、ラブリーラブリースマイリースマイリーベイビーイビー、君をその笑顔で世界だって救ってゆけるはずだから。楽しい、やっぱアイドルソングは楽しいですよね。私美人の曲ももちろん大好きだから、なんかあったから、私じゃあ歌いたい曲、歌いたいかった曲、勝ったとか言ったらあれですけど、歌いたい曲ね。は私ね、
アイアンマンマネージャーとかめっちゃ歌いたくて、あの曲ほんと好きなんですよ。めっちゃ好きなんですよ私。あの2番の歴史の教科書に載ってる偉人さんに落書きしてしまうっていう歌詞めっちゃ好きなんですよ。めっちゃ好きなんですよね、とっても。うん、あの曲いいよね。あとはなんかあるかな。でもやっぱりさ、このそうね、なんだったかな、めっちゃこれ息も入るぐらい、うん、息も入る。ちょっと待って、今調べてる。嬉しい、あ、よかった。すべて見る。え、そうそうそう、え、懐かしいんだけど。懐かしい、久しぶりに来れた、よかった。あ、続けててよかった。本当は半で終わりにしちゃおうと思ったんだけど、歌うの楽しくなっちゃって、あの、すごい長く延長してます。ちょっとこれ長すぎるからアーカイブ残すのやめようかな。なんか長すぎるとなんか、あ、でもさ、あれですよね、飛ばせるようになりましたよね、あれも。じゃあいっか、残そう。あ、あれも歌いたかったな、私。歌いたかったっていうか、歌いたいな。わぁ、悲しいな。わぁ、ちょっと悲しくなっちゃった。あぁ、悲しくなっちゃった。紅の歌、歌いたい。一緒に。あとは、あとね、じゃあ私が好きな感じのやつだと、ああ、そうね。いや、そうね。そうね。歌う？今歌っていい？じゃあ歌っちゃおうかな。デレデレデレデ、眠れない物語のページに思いを紡ぎます、うなだれを知らぬ稲穂が星座と戯れています、そんないつもと同じような夜に奇跡は起こります。ちょ、歌詞見る。オリオンが眠った月に世界は騒ぐのです。はい。マフラーを照らしてお月様、琥珀の道へ眠れる君のハートに翼広げ、運命も加速したのに、どうしてすぐに返事をくれない、切なくて飛べない豚になりそうだ、リアルまみれの海岸で足がすくみ震えてます、睡眠不足の女優、チャンスは一回きりのさすらいと、奇跡は待ってくれないよ、瞬く夜空の花火も。すごい高速バージョン。答えのない、ここだと私が好きなのはその2番のあの、波の音がドキドキと戯れ、私は走り出すって、ここね。これかわいいよね。私も、はい、元気に泣きます。待って、じゃあ最後さ、じゃあもっとなんかさ、いい感じのみんなで歌えるさ、さよならさ、そう、いい加減終わりにしないとね、みんな眠れないんですから、みんな寝ましょう。みんなを寝させるためにも終わらしましょう。なんかあるかな。方角ですよね、方角の方がいいですよね。方角、方角、方角、やっぱ私は分からない。私は最近の曲の知識がないぞ。なんかない、なんかないかな、なんかある、なんかありますか、ぜひ。
終わりましょうってね、私が終わらせばいい話なんですけど、なんかちょっと今終わっても配信切った後どうせ歌っちゃいそうなんで、ここで出し切って終わりたいんですよっていう勝手な理由でね、まだつけてます。あとは私の、いや今さ、私のプレイリストがどうな感じがわからない、これに入ってるから、いや待って、全然わかんないの、ちょっとだしかわかんないんですよね、この辺。 Whenever you are いいじゃん、 Whenever you are 私好き。 I tell you oh yeah tonight tonight なんだっけ、愛してるよ、oh yeah、 二人は一つに tonight tonight I just to say whenever you are I want to make you smile。 アドさんの新時代、新時代は分からないですよ。新時代は花にならなら変えてないだっていう感じ。わ、すごい、なんかこれ見て、新しいの来ました。なんかこの私、この今配信にさ、バッチ機能をつけていて、でそれをこう送ってくださった方と私の方にもこの方って分かるようになってるんですけど、なんかこう誰々さんがバッチをこういくつ送ってくれたため光って表示されますって出てきたんだよ。これ初めてだ、光るんですね。皆さんも分かって分かるのかな。ありがとう、ありがとう早く終わらせないとみんな眠れないよ早く終わらせないと。団子三兄弟なんかあるかな。私が最近でもさ、私が好きな歌はね、そう、刺さる方には刺さるかもしれないんですけど、ふん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 。あとはね、なんか私が最近だと、あ、あ、あ、いいんじゃない、このここの私のプレイリスト、これ待って、この中にあるかも。おーおーおー、私がその歌おうと思っていっぱい保存してあるんですよ、歌をね。そこに結構あります。ああはいはいはい、あーはいはいはいあーはいはいはい、あ、これいいじゃん、あ、これ歌いたいな私。でもこれ直接会って歌いたいな、直接お会いした時にみんなの前で歌いたい。あ、これも、あ、これ歌いたいな。なんかこの、ディッシュさんのさ、人長毛。猫は、猫は、ちょっと歌えないんですけど、こっちだったら。いつも、いつもありがとね、なんでそれが言えないんだろう、負けないことが。本当の強さじゃない。そう教えてくれたあなた。人長毛の花、種をまいた9月。僕が何かわからなくなってしまった10月。弁当箱の愛を食べきれず残して。暗い顔なんて見せまいと笑い方を忘れた12月。平凡でごめんよ母さん、ただ今お帰り、あとさ、ちゃ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 、いつもいつもありがとね、なんでそれが言えないかな、選ぶ道より選んだ勇気じゃない、そう言ってくれたあなた。ごめんね、うろ覚えで。ペテルギウス、わからない、ちょっと次までに覚えてくるね、絶対に。そんで次またインスタライブして歌おう。そう、え、ちょっと待って、私がわかんないやつ、それ勉強しましょう。ペテルギウス、
ナトリさんのオーバードーズ。ナトリさんのオーバードーズ。待って、メモらせて。オーバードーズ。ナトリさんね。ちょっと待って、メモるね。早くメモ。メモメモ。ナトリさんね。オーバードーズね。ドーズ。オーバードーズね。で、ペテルギウス。ペテルギウスね。ペテルギウス。ギウス。はい。いい感じかな。最後。もう何回最後やってもう終わったやろってね。はあ、楽しい。やっぱ歌うの楽しいね。あ、これいいじゃん、最後に。さっきリメンバーミュー歌ったし、この歌。トゥルリュン、トゥルー、トゥルー、トゥルン。おかしいって思うかな。知ってます？君の夢を見たんだよね。じゃじゃじゃんじゃんじゃん。僕は自然と歌い出して。君もみんなも歌い出して。魂が奏でる素敵なメロディー、骨も揺さぶるよ、軽快なリズム。みんなの思い出と共に生き続けるいつまでも。ジョジョジョン、声を合わせ僕ら家族歌いながら伝えよう。みんなの思い出と共に生き続けるいつまでも。みんなの、あ、違う違う、声を合わせ僕ら家族歌いながら伝えよう。みんなの思い出と共に生き続けるいつまでも。ちょうどリメンバーミーもこれで映画終わるからぴったり。ああ、よかったよかった、楽しかった。ごめんね、勝手に楽しくなっちゃって。はあ、よかった。皆さんもありがとう。長い時間見てくれた方も、今見始めてくれた方も、やっぱりフィルさんやばかった。 あ、私も見たい、早く行きたい。はあ、見たい。はあ、じゃあまた、そう、私多分配信始め、最初にさ、始めたてで歌うってちょっと恥ずかしいんですよ。だから今日もさ、最初食べる配信で多分ちょっと静かだったじゃないですか、見てた方わかるかもしれないけど、多分後半からテンション上がって歌いたくなるので、それをちゃんと考慮します。今度からは途中から歌う配信しますっていう。最初違うことやって、途中からテンション上がってどうせ歌う配信にしますっていう感じしますね。はい。じゃあまたインスタライブちょっと定期的にやります。はい。ちょっと、はい。なんで皆さん、ぜひ私のインスタライブ自由に切り抜いてください。あ、じゃあスクショタイムしよう。なんでずっとこれを本当にマイクかのように持ってた。ちょっと待って、リップ塗っていい？リップ塗らせてね。いただだい。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。よいしょ。待って、顔めっちゃ赤くない？最悪。隠そう隠そう。はいはいはい。あ、これフィルターつけなくていいですか？はいはい。あ、切り抜きいい、もちろん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 。あ、面白いところだけね、変なところは切り抜かないでね。面白いとこ、可愛いところね。
コメント欄消して、そんなことできんの？どうやってやんの？コメント欄どうやって消すの？コメント欄どうやって消すの？教えて教えて。コメント欄消してほしい。どうやって？コメント欄ってどうやって消すの？え？どうやって消すの？コメント欄ってどうやって消すんですか？どうやって消すの？これ私が消せばみんな消えてるの？どうやって消すの？教えて教えて。待って、できない。どうやって消すの？コメント待ちます。どうやって消すの？コメント欄どうやって消すの？教えてください。教えて教えてしつこい。待ってよ。消し方わからない。私もわかんない。待って、消す、どうやって消すの？どうやって、私がこれ消せるの？コメントかぶらない。あ、なるほどね。パソコンですとコメントかぶらなくて大丈夫。これはどうやってやるの？最近消えなくなったような。あらまあ、嘘。じゃあ私がここでやればいいんじゃないですか。ここで、ここでどうでしょう。ここの高さでどうでしょう。ソファーが斜めってるのはあまり気にせず、ここでいいですか。どうでしょう。ここどうでしょう。ここ、え、待って、みんなコメントがやばい、エラーになってる。あ、エラーじゃないか、これ。エラーじゃないか。みんな、アットマークハテナ、アットマークハテナって出たから、あれ、エラーかなと思ったけど、エラーじゃない。配信さんが、で、消す設定ができるはず。はい。これか？コメントオフ？コメントオフじゃしますよ、今から。みんな、アットハテナしてる。エラーかと思った。じゃあ一回コメントオフするよ。コメントオフするよ。みんなコメントできなくなっちゃうけど、いけるよ。コメントオフするよ。はい。はい。では行きまーす。ションションと、はいはい。立て立て。なんで立ってん。顔が非常に赤いけど撮ってん。ちょっと顔が暗い。大丈夫？もぐもぐ。撮った。立って立って。なこれ。だったー。五、四、三、二、一。コメント戻すよー。はい。できました。取れました。あ、なるほどね。アットハテナで切れるんだ。私もやってみよう。私も送った。撮れました。よかったよかった。はあ、じゃあごめんね、今日長くやっててよかった。長くやってておかしいじゃない、日本語間違えた。長くやっててごめんなさい。ここは良くない？もういっか。では今日はありがとうございました。長く遅くまで。ではまたお会いしましょう。またおやすみ。またね。おやすみ。あったはてな。あったはてな。おやすみ。ありがとうございます。美味しかったか、お茶ケーキ。